CB クロス、CB クロス、1975年5月5日から1991年4月17日とは、日本の競争馬、シュボである。1977年に、中央競馬でデビュー。足毛の馬体に、後方から鋭い追い込みを見せる姿から、白い稲妻と称され、金牌、東、毎日王冠、目黒記念、秋の名所を制した。 主戦騎手は、吉永正人。1983年より種母馬となり、GI 競争で三勝を挙げ1988年の年度代表馬となった玉モクロスなどを輩出した。バレーは日本で2000年以前に使用された数え年で記述する。1975年、北海道浦河町の千秋牧場分場に生まれる。両親に足で、父は、 フランスのクラシック優勝バカロなどを出していたホルティノ。母随将は競争馬時代に吉永が起乗しており、鋭い差し足を持っていた。普通の子馬のように歩けるようになるまで10日を、要するなど誕生からしばらくは虚弱だったが、夏から秋にかけて著しく成長。翌1976年3月には、群馬県片品村の千秋牧場本場に送られ、育成長教に入った。 1977年3月、東京競馬場の松山義三郎旧舎に入る。慎重に調教を積まれ、11月のデビューとなった。11月6日、東京競馬場の新馬戦で、吉永正人を安城にデビュー。一番人気に支持されたが、中位から直線で伸びきれず4着となる。続く2戦目で、吉永は、後方待機策を取り、直線で鋭く伸びたが2着。 以後、CB クロスは追い込み一辺倒となり、2週連続の出走となった3戦目で先行馬を差し切り初勝利を挙げる。年末には条件戦のヒーラギ賞を制し、翌年のクラシック三冠戦戦に向けた有力馬にも挙げられた。翌1978年は、初戦からオープン競争2戦を共に5着と敗れる。三冠初戦のサツキ賞、4月16日は、 ある程度の先行策でなければ、勝ち目はないと言われる、中山コースで道中最後方から行き、勝ったファンタストから0.7秒差の5着で2冠目の、東京優秀、日本ダービーへの優先出走権を得た。日本ダービー、5月28日でも最高峰を進み、最後の直線では、追い込んで見せ場を作った者、桜勝利から約4馬審査の7着と敗れた。その後、 続に、残念、ダービーとも言われる、日本短波賞で4着となり、休養に入った。担当休務員の青木和夫によれば、当時の CB クロスは、まだ子供の体付きであったという。秋は、慶応杯オータムハンデキャップ3着を経て、3冠、最終戦、菊花賞のトライアル競争、セントライト記念でも3着となり同競争への優先出走権を得る。しかし、 最下直前に熱発して、菊花賞を断念、自己条件戦に回り、3勝目を挙げた。続く、ダービー強チャレンジトロフィーでは、モデルスポートに、首差及ばず2着。年末には、グランプリ競争、有馬記念に出走したが、10着と破れシーズンを終えた。1979年、CB クロスは、年頭の金牌、東から始動。後方から、 最後の直線で、メジロファントムを差し切り、15戦目での重勝初勝利を挙げた。ダービー当時に446キログラムだった、馬体重は470キログラムまで増えており、吉永は使いながら馬体重が増えているし、今日は馬の状態がともかく素晴らしかった。今年は何か人暴れできそうな感じですと感想を語った。その後、メグロ記念、春三着。 中山記念7着と続いた後、天皇賞、春に出走。道中は、常の通り最後方を進んだが、周回2周目の第3コーナーから位置を上げ、最終コーナーでは、注意で最後の直線に入った。吉永は、馬群がばらけると見越して、追い込みをかけたが、当てが外れて、CB クロスの前には、壁ができる形となった。 やむなく、吉永が外に持ち出すと CB クロスは鋭く伸びたが、勝った、歌手打ちからから一番新反差の三着と敗れた。吉永は、本競争について後年、勝てたレースだったと振り返り、僕が、もう少し早く、外に出せていたら、と、悔やまれますね、と述べている。春のグランプリ、宝塚記念では九着となり、夏は、休養に当てた。秋は、天皇賞。 秋を目標に毎日王冠から指導。道中最後方から、最終コーナーで馬場内側から位置を上げると、最後の直線では、半ばから外に持ち出して先行勢を交わし、金見の部に庭審査をつけて勝利した。総派タイム1分59秒9は、同馬や同馬主の先輩馬、CB クイーンの記録を0秒3更新し、東京競馬場の2000メートルで初めて2分を切る。 コースレコードとなった。吉永はいつもは展開に左右される馬だが、今日は四コーナーの時点で勝てると思った。それほど馬の気迫が違っていたと感想を述べた。続いて出走した目黒記念、秋では一番人気に支持される。レースでは、最後片追走のはるか前方で、逃げ馬の日高放流が大逃げを打ち、一時戦闘から百メートル以上離された。しかし、 最後の直線で最ちをついて追い込み、ブルーマックスに一番新反差をつけ、重賞に連勝を遂げた。2分32秒には2500メートルの日本、レコードタイムであり、2000連続のレコード勝利ともなった。この頃から CB クロスには、白い稲妻の異名が冠されるようになった。吉永は、このまま無事なら、天皇賞も、楽しみと期待を口にしたが、 同競争への直前の調教で右前足に、つなぎ人体炎を発症し、回避を余儀なくされた。休務員の青木によれば CB クロスは入球当初から、右前足に負担がかかりやすく、瞬発力を極限に発揮したことが相当の負担をかけたのだろうと述べている。なお、天皇賞は、前2層で破った、スリージャイアンツが優勝した。翌年2月から調教を再開。 4月に中山開催のオープン競争で復帰三着下の地裁化し天皇賞春に出走。当年は例年開催の京都競馬場が改修工事中のため直線が短い阪神競馬場での開催となったが CB クロスは一番人気の支持を受けた。最高峰追走から吉永は周回二周目の第三コーナーより進出を図ったが CB クロスは 反応しなかった。最終第4コーナーで、ようやく反応すると直線では、一気の追い込みを見せたが、2から5着が横並びとなった一段に混じってのゴールとなり、勝った日堂太郎から一番新半、頭、首差の4着に終わった。競争後には、京都競馬場なら勝っていたという声があった一方、広報待機一辺倒の吉永の騎乗について、批判的な声も上がった。 競争後、つなぎ人体園の再発のため休養に入り、秋に復帰。オープン競争4着を経て、天皇賞、秋に臨んだが、1位等立ての再開に沈み、さらにつなぎ人体園の再再発で、長期休養に入った。1年後、ヶ月を経て8歳となった CB クロスは、オープン競争に出走。6番人気の評価であったが、当年秋に、 福島記念を勝つネオ・キーストン以下を差し切り、復帰戦を勝利で飾った。その後は、日経賞への出走を予定していたが、競争当日に3度のつなぎ人体園再発に見舞われて、出走を取り消し、これを最後として、競争生活から退いた。翌1983年1月16日、東京競馬場において、松山旧社の両馬モンテプリンスと、 合同での引退式が行われた。CB クロスの種ボバ入りに際しては1株30万円50口の真珠ケートが組まれた。一部では種ボバとして大成功している彼を出したフォルティノの日本での代表産区ということもあって物を出す可能性があるとも言われていたが、しかし50株が裁けることはなく、工事10万円の種付け量も名目のみで実際は 酒二章でもいいからと種付けを依頼するような状況だったともされ。それでも初年度には49頭への種付けを行ったが、当初は3区ができたら儲け物という程度の感覚で受胎率の悪い品場につけられることが多かった。しかし3区がデビューして活躍場が続出すると CB クロスの評価は急速に高まり、年目ののクロスや初年度の玉もクロスが 相次いで重賞を制した直後の1988年初頭には種付株が内国産種母場で3番目の305万円で取引された。同年には玉もクロスが天皇賞春宝塚記念天皇賞秋の GI 三賞を挙げ年度代表馬に選出されている。以後も重賞三賞のホワイトストーンなどを排出し種母場として格好とした評価を得た。 1991年4月17日、CB クロスは馬房で鼻血を出し、首を折って死んでいるところを発見された。同年は60頭との交配が予定されており、前日にも種付けをこなしていた。解剖の結果、脳及び内臓全体が黒色種に侵されており、脳の腫瘍が血管を破裂させて死亡したものと推測されている。黒色種は普通。 外部から判別可能な病気だったが、CB クロスは、例外的に内臓のみに症状が広がり、発見することができなかった。つなぎ用されていたニーカップ農協畜産センターで24日に、葬儀が営まれ、道場に墓が混流された。ニーカップ農協畜産センターは2003年をもって閉鎖され、墓は、道庁内の優秀メモリアルパークに移されている。括弧内は、 当該場の優勝重賞競争、太地は GI 競争、中央競馬重賞勝利場、地方競馬重賞勝利場、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。